はい、荷物が届きました。上の LED ライトは1週間ほど前に届いてたんですが、今日この下の横幅80センチの水槽が届きました。あれ、このこの LED ライトちょっと長いな。90センチのものを買ったつもりなんですが、なんか長いな。大丈夫かな。まあ開けていこうと思います。はい、届きました。6ミリ厚のガラスで、横が80センチ、奥行き30センチ、高さ35センチの、ちょっと変則的な水槽です。はい、中にはちゃんと90センチの長さの LED が入っていました。アクロのプロになります。こんな感じです。はい、じゃあ、電源をつけたいと思います。うわ、まぶしい。これはまぶしいわ。はい、ちゃんと電気が入りました。これはまぶしいわ。ここの出っ張ってる部分ちょっと押すと、ワイヤーがこのように動きますので、まあ、だいぶ短めにしようかな。このぐらいかな。で、このアクロの照明のこのレールの部分に入れていくと。この尻尾の部分はこのレールの中に入れちゃえばいいですよね。で、この部分をスライドさせてと。まあ、こんなもんかな。こんなもんでしょうか。とりあえずこれで固定します。はい、吊り下げるための穴がね、ちょっと真ん中寄りなので、棚の中でね、だから吊り下げ金具もこの辺かなと。まあ、あとは吊り下げてみて微調整って感じですかね。非常にこの取り付けは楽ちんでした。はい、箱から取り出した水槽、ソファーの上に置いてますが、こいつ横幅80センチで、ここの、横幅90センチの棚の中に入れようと思います。この棚のね、中身は横幅90センチなんですが、柱があるんで、90センチぴったりだと出し入れできないんですよね。ここに水槽3つ入ってるんで、これをのけて、で、代わりに入れたいと思います。右端はプレコ、真ん中はエビが入ってたんですが、まあ、いまいちあったので、大きな水草水槽に変えようと思っています。はい、では抜いていきます。この真ん中を抜かないとね、横が抜けない。ギリギリ入れてるんですよね。こいつは高さが40センチあって、光が届きにくいのか、水草はうまく育たなかったですね。よいしょ。
はい、どうでしょう、こんなもんで横幅90センチの棚に80センチがちょっとだけ隙間を空けて入りました。上はこんなぐらいクリアランスがありますね。では照明を入れていきましょうか。はい、こんな感じになっててですね、ここね、この上の棚の下に鉄の棒を通してて、そこに穴が開いてるんで、この穴にこのリングを引っ掛けて、こういうやつね、よくあるよね、こういうやつね、これ引っ掛けて吊り下げようかなと思っています。重いんだこれ結構。よいしょ。これでどうかな、外れなければいいんだけど、うん、大丈夫っぽいね。うん、まあこんな感じ。左右の高さは調節するとして、とりあえず釣れました。はい、では電気をつけたいと思います。明るい。右端にはもうね、前の水槽で使ってた CO2 ストーンが掘り込んであります。ちょっと長すぎるんかなこれは。それから前プレコ水槽で使ってたんですが、ジェックスの F2 も掘り込んどこうかなと思います。純正のフィルターが入ってるんですが、まあ、純正のフィルターが入ってるんですが、まあ交換時期かなと。どうでしょう、まあ、ここにリングロー剤を入れたいと思います。リングロー剤はですね、今ちょっと水替え中ですが、このオスカーの90センチ規格水槽の上に、まあ、自作でアクリルのろ過層を追加してるんですが、まあ、ここに、育てているリンゴロ剤があるので、こいつを掘り込もうかなと思います。はい、これを入れていこうと思います。ちょうどいいぐらいの量入りましたかね。ちょっとこんなもんか。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。次回の動画はソイルを入れて、石組みの岩組みのレイアウトをしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではでは。